皆さんこんにちは、川原浩二です。昨日までの放送の中でね、一部不適切な言動および、発言がありました。大変ご迷惑をおかけいたしました。今後ね、その点、注意をさせていただいて、動画の方を配信ねさせていただくように、心がけていきますので、また今後とも一つご指導、ご伝達と皆様のご意見、等をですね、コメント欄、メールで、いただけたらありがたいなというふうに感じております。2月の3日、ひな祭りの日であります。女性の方ですね、おいくつになられても お姫様であります。おひな様、これは男に関してはですね、男性に関しては端午の節句、ね、5月5日は男の子の日というような日がありますが、女性に関しましては3月3日おひな様の日、いうことで、女性の方はおいくつになられてもお姫様です。本日もね、令和3年、3月3日この辺りはお日様ね出てて、気持ちのいい、まあ、朝と言いますか、午前を迎えておるわけであります。皆様の お住まいのご地域はいかがでしょうか。とね、まあ、一雨ごとに暖かくなってくるんで、そうなってくるとですね、花粉症の方々はかなりね、嫌な季節になってくるかと思います。またね、武漢肺炎がまだまだ全滅したわけではありませんので、その辺ご注意いただきまして、またこの春の季節というのをですね、楽しんでいただければ良いかと感じております。本日もね、西成劇場この後始まると思いますので、一つそちらの方もお楽しみいただければありがたいかなというふうに感じております。3月3日朝ではありませんけども、東海工事目を真っ赤にしながら皆様の前にですね、登場させていただきたいと思いました。こうしてね、皆さんの前にお顔を出させていただくのはありがたいことでありまして、また今後一層ね、この動画配信っていうのは気を引き締め直して、また邁進してまいりますので、今後ともまた一つどうぞよろしくお願いいたします。もうね、皆さん、お仕事でられていると思うんですけども、また帰ってこられたらこの西成浩二チャンネルの方をよろしくお願いしたいと思います。西成浩二はね、やたけたなことを言います。またね、もう一人の東海工事の方もどういうふうに変わっていけるか、彼も必死で、勉強中のところでありますんでね、また私を含め、西成工事、川原工事とも、西成工事、川原工事、そして東海工事と三工事、今後ともね、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、いってらっしゃい。